ピンタン、この前浜口先生にタロット占いで見てもらったことあったでしょ。あの時に何て言われたか覚えてる？あの、7月はケガにちょっと気をつけてあげない、ケガにちょっと気をつけてあげない、ケガにちょっと気をつけてあげない。そう、怪我しちゃうかもしれないから気をつけてって言われてたでしょ。だからね、パパね、リンタ守るためにヘルメット作ってあげようと思って。え、なんだ？これで。え、それさ、シールくくっちゃう。え、それどうやって作るの？これね、中をくり抜いてね、ヘルメットにするの。なるほど、できるわけじゃん。そうそうそう。よし、早速始めよう。はい、ちゃん。そう、まずはね、これ、この、ね、下をね、ちょっと切るんだって、ここ。シュッて、ここ。おぉ、割れちゃうかもしれないから、こういう、よいしょ。あら、ちょっと失敗してんな、これ。もっとこうだな。よこしょ。あ、こうか、これだ、よし。大事なんかよ、完了。さあ、じゃあ凛太郎くん、早速これ差し上げます。召し上がれ。さあ、凛太郎くん食べてる間にパパはどんどん作っていくよ。今度は顔を出すとこ、ここちょっとこういう感じでね。おー、なんかいい感じ、ちょっと遠く見える。さあ、リンタロ君、お待たせです。どうぞー。いいな、リンタロ君、こんなたくさんスイカ食べて召し上がれ。少しないじゃねえけど。さあ、もうここまで来たら、もうあとは中身をスプーンでこうクリクリクリって食い抜いて食べていけばいいだけ。大変お待たせしました。ヘルメットが完成しました。せーの、じゃじゃん。ちょっと文字わかんないかな。なんか赤いのね、残ってるけど、これもね、洗ったから。なんか洗ってきれいにしてあるから、もうベタベタしません。楽しみ。それでは早速装着してもらいましょう。これの準備はいいですか？じゃあ構えてください。カウントダウンいきます。3、2、